で実は竹とんぼを作りまして、そうです、飛ばした記憶があるんですが、まあまあ25年ほど前ですよ。で今こちらにある竹とんぼを見てびっくりしたんですが、はい、今こんないろんな竹とんぼが。ということで、今言いました通り競技種目は3種類あって、竹とんぼが今度2種類なんですね。だから竹だけで作った竹とんぼ、その3種類の競技、今言った高度とタイプと距離、それからその竹の性格が、そう、片っ端スパッと割ってね、その節目があるでしょ、その通りスタッとね、繊維に沿ってこう切る。ところがそれをこうやってね、温めて、私はこういうかっこいいですって、もう素直にそういう形に変わってくる、力を入れてる人だという楽しみ方が一つね。もう一つは、まあ、これもあんまりまだ大したことないんですけど、いわゆるその工芸的、アート的なね、あの竹とんぼを使う。要するにもう、飾り物として、世に見て美しい。まあ、子供と竹とんぼをね、作ることによって、基本的にはこういうね、非常に今子供っていうのはテレビゲームだとか、あるいは携帯のゲーム機でね、没頭してるっていうのは多いじゃないですか。ね、昔から、来た子供たちに竹とんぼをね、ですから去年なんか2日間やって200人ぐらい子供たちが集まりました。会員のそのどん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 広がっていくかも。まあね、何年後かね、その子供たちが大きくなって、またあの頃作ったのが懐かしいななんてね、思い出してくれたらメンバーになってくれるかもわからないですね。あと気になったのが、国際竹とんぼ協会って、まあね、ネーミングですが、国際ということは海外に支部があったりっていうのはあるんですか？先端と真ん中に、埋め込みまして、これあと細かいヤスリでね、バンドでこう研ぎ出すっていうかね、磨くんですね。じゃあ飛ばして楽しい、見て楽しい、そして子供たちと一緒に楽しめるという。そうですね、ナイフがあったんですね。でそいつでこう竹の表面を斜めに削るね、それから裏側も同じように斜めにという形の竹とんぼに、あと軸を取るんですね。でこれはですね、それに比べてですね、どれくらい長い時間飛んでるかっていう滞空時間をね、競う。で3番目が距離ですね、どれくらい遠くへ飛ぶか。この3種類の競技で、それからここにある通りですね、この辺のはもう竹だけですね、羽も軸も竹だけ。そのやつも最後にやってくれるよね。国際竹とんぼ協会の吉津武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう年配の方にはとても懐かしい竹とんぼ、はい、今国際竹とんぼ協会のとご紹介させていただきましたが、はい、竹とんぼ協会っていうものがあるんですか？お子さんたちにも伝わって振り舞った竹とんぼですとか、伝統的な遊びに親しむお子さんが増えると、はい、いいですね、ぜひそうなってほしいと思っております。それでは最後に座右銘を聞かせていただけますか？はい、いろいろっていうか、一位奮闘ということなんですが、置くんですが、中学生ですともうちょっとただ作るとかただ飛ばすというんじゃね、あまりに芸がないんで、やはりなぜ竹とんぼが飛ぶかというね、そういう理論的なことをですね交えながら、それで、教えて作って飛ばすというような活動をする辻堂海浜公園の部分だと思うんですが、要するに竹という素材に惚れ込んでね、で、それが使ってあるそういうおもちゃというかね、そういうものにこう転生したっていうか、まあ、未だに竿は作ってませんけどね、
タコは作ってますけどね。ちなみにこの竹がどうしてここまでお好きなんですかねってことは軽いんですか。そうです。基本的にあの竹とんぼはよく飛ぶためにはですね、質量、重さを軽くするということね、絶対条件なんで、そういうことでいろいろそのね、材料調べて、やっぱりこのカーボンというのが非常に丈夫でまっすぐでそれで軽いということで、その材料を選ばなきゃ。隣にある面白竹とんぼ、はい、それでね、まあ、竹とんぼの楽しみ方は3つございましてね、で1つは先ほど説明した競技ですね。競技で とにかく上位入賞したいね、他の人には負けられないと、私が一生懸命作ったね、こんな性能いい竹とんぼでね、ぜひ上位入賞したい、こういうことに一生懸命で、はい、ね、本当に今楽しんでますっていうアピールになってますけれども他に具体的にはこの国際竹とんぼ協会っていうのはどういった活動を行っているんですか。基本的には子どもたちに日本の伝統的な遊びであるね、この竹とんぼを教えるということがメインな活動でして、で特に小学生は物を作って飛ばすというね、その辺に主眼を、まあ、秋岡先生という人も、実質のT シャツなんですけどね。これはどういった時に、常日頃竹とんぼ協会の会員だって感じで着られてるんですか。いや、そういうわけでもないんですが、イベントがですね、ある時に我々の仲間これを一応着てですね、竹とんぼ楽しんでますよ、まあ、いうことを表してますね。私はね、竹という素材が好きなんです。そうですね、はい、要するによく竹を割った性格、こうスパッとね、こういう時に竹が引き合い出されますよね、でもうね、私はこの竹という素材がね、ものすごく好きで、ですから竹を使ってるタコの紐ですとかね、釣り竿、わざおっていうのはもう竹で、それで竹でアメリカのシアトルにボウリング社っていうのがねございましてね、そこにこのスーパー竹とんぼの創始者である秋岡先生が自分の作品を何点か寄贈したというのは多少国際とのつながりかなと。それからもう一つは7年前ぐらいにですね、私も参加したんですが、中国の小学校にね、竹とんぼ入ったんです。それから引き続きですね、技を、魚釣りのね、竿、技終わりで、これも1年間その師匠の時に通ってですね、技を作りをやって、じゃタコも作って、はい、今度技を作る、作って、はい、それで竹とんぼというね、そういう順番なんですよね。なぜそんなに、という思いの今ご質問なんですかね。こう素晴らしいこういうね、写真が載ってるわけです。で最後の方に、これその竹とんぼね、スーパー竹とんぼを作る作り方がちょこっと乗っかってるんですね。でこれを見て私もじゃ あ作ってみようと思って最初に作ったのがこの一号機ですよ。それが何年前で、これが25年前ですね。この方がですね、約30年前1982年にですね、先ほど言いましたこの昔トンボね、これが飛ばないと、もっとね飛ぶ竹とんぼを作りたいとこう思われたんですね、この秋岡先生って。スーパー竹とんぼを考案なさったのもこの方ですね。それで私もこの本、これから日本の将来をね担っていく子どもたちにぜひ、我々のね、そういう伝統的ないいことを、ね、
伝えてって、成長してってもらいたいなと思ってますね。ですからできるだけそういう機会をたくさん作って、自分が健康な間できるだけ、出ていきたいなと思ってます。じゃあその吉田さんたちの思いがどん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 、まず、作ったりね、飛ばしたりというね、その喜びをね味わってもらうっていうのはね、非常に私は重要だと思ってまして、そういうことでできるだけ機会あるごとにですね、子どもたちに、竹とんぼというものを、ね、通じてね、まあ偉そうなことはあんまり言わないんですが、むしろ私自身に一緒に遊んでもらってるっていうね、子どもに、ね、そういう楽しいひとときを一緒に過ごしながら、まあ、子どもたちにねそういうものを学んでもらえればというような、ね、気がしますけどね。吉津さん、この意味はですね、心をある一つのことに集中して努力をするという意味だそうです。ですから、まあ、私は竹とんぼでも何でもいいんですよね、これから子どもたちが、あるいは私自身もそうなんですけどね、心をある、一点に集中してて、それに努力することによってね、未来が開けてくるという意味で、一位奮闘ということです。やっぱりこれからずいぶん形がね、スリムだと思うんですね。薄いですね、まずね、厚みがね、薄い、それからね、羽の長さが短いね、それから形状が寸胴じゃなくてね、ここが非常に贅肉をとってスリムなタイプ、見るからに飛びそうですもんね。で、竹とんぼっていうのはね、だいたい中心から7割ぐらいのところに面積があればいいんですよ。ここで風を捕まえて、ここで揚力が発生するんですね。中心部っていうのはほとんど揚力に寄与しないんです。そうですね、私もね知らなかったんですが、定年退職しました、7年前ですね。でその時に、たまたまインターネットで調べましてね、国際竹とんぼ協会っていうのがあるんだ。でもうちょっと細かく、私の住んでる今藤沢の近くにどっか支部があるかなと思ったら、湘南平塚支部というのをね、見つけましてね、はい、ということで通い始めたんですね。この支部というのは、全国的に、そうですね、北は北海道から市ね、そういう竹とんぼを作って楽しむ方法、3つ目はですね、まあこれなんかはそうなんですが、先ほど言ったね、子どもたちに日本の伝統の竹とんぼという遊びをね教えるというその3つの楽しみ方がありましてね、まあみんな誰もその3通りをやるんですが、その中で今言ったどれに自分が一番重きを置いてるかっていうね、人それぞれやっぱり違う。で私なんかむしろ3番目のね、子どもたちに、こういう竹とんぼのね面白さ良さをね伝えていこうかなと思ってですね。でもこれ全部手作りでいらっしゃるんですよね。面白竹とんぼの、私これ綺麗だなと思ったんですけどこれ。